ラーメンの本場、中国。これも先入観だったということはないでしょうかね吉田さんあのね中国でラーメンが本場だっていうふうに思ってるんだったら思わしときゃいいじゃないかっていうふうにねまあ確かにその通りなんですよ。インドといえばカレーだよねっていうふうにどうせインドなんて行くことがない人がねいやインドはね実はねカレーないんだよって言って知っててもしょうがない話なんですよ。 どうせ日本国内にしかいないんだから日本のの先入観を思い込み常識の中でしっかりと生きていけばいいけばんでですよ、ね、でもグローバルスタンダードのもとね外国にいる行くようなチャンスがあった時にその土地の常識を知らないとやっぱ困ったこととか恥ずかしい思いをしたりとか時には騙されたりするじゃないですかそういう時には準備すればいいんですけどもどうせ生涯日本から出ないでしょっていう風な人に限っていやね今アメリカではね いや、海外ではさ、いや、中国は昔ねってこれ言い出すんですよ。ね <laughs>。お前のことだって言われそうですけどね。私はちょびっとだけ海外行ったんですけども、まあ、日本の常識にまみれていても、海外にね、ちょびっと行くぐらいだったら全く困んないです。だから、知ったかぶりする必要はないんですけども、でも、ビジネス的にタイトルをつけるとフックできるじゃないですか。まあ、それは言わして、それは、カレーはインドにはなかった。つからね、タイトルつけたら、一人ぐらいはね、 何と思って見に来てくれる人いるんじゃないかなと思うんですよ。それで、なるほどねと思った方がね、もしかしたら、あ面白い解釈をする即果軸、好きみたいな感じで即果軸売れるかもしんないじゃないですか。だから、とりあえず、いろんな角度でね、試していきたいなってことなんですよ。で、ここからは動画の内容なんですけども、ほとんどの人がね、片足だけ突っ込むんですよ。ね、顔負に片足だけ突っ込んで、売れねえや、稼げえなや損したとか言って、どっかへ離れていくんですよ。で、ビジネスで稼いだ人って、 ビジネスから離れないですし、ビジネスが稼げないなんて言わないんですよね。稼げなかった人が、やっぱり文句言うし、片足突っ込んで両足突っ込む前に離れていって、いや、一生懸命やったんですけどね、みたいなね。あ、一生懸命ネットビジネス活動やったんだったら、じゃあ書いたブログ見してください。じゃ作った YouTube 動画見してください。何でアクセス取ろうとしたんですかこれですかこれじゃあさすがに売上げ出ないでしょみたいなので文句言ってるんですよね。いや、さすがにね、動画1万本、それからあブログね。 えー、記事とかね書いてそれで1年2年やって全く儲かりませんでしたっていうのだら文句言ってほしいですけどもじゃあ儲かんなかったからといって赤字なんですかですよねなんか損したんですかってことですよ何もないでしょライティングスキルが上がってトークスキルが上がって売り上げには直結しなかったけどもリアルな仕事で動画で養ったコミュニケーション能力とかねブログで養ったキーワード選定とかがうまくいってそっちの仕事がうまくいきゃバンバンダじゃないですかね だから何もやらずに生半可なことをやって稼ぎませんでしたっていう人は別の世界に行っても結局稼げないっていうね現実から逃れることができないんじゃないかなというふうな私の先入観でございました。い,ってらっしゃい